トッド・ブラウニングは、アメリカ合衆国の映画監督、俳優である。サイレント映画、トーキー映画の時代の映画人で、1931年のマジン・ドラキュラ、1932年のカルト映画、フリークスの監督として有名。サイレント映画では、ロン・チェーニーとの仕事が多く、広範囲のジャンルの映画を手掛けた。ケンタッキー州、ルイビルにて、父、チャールズ・アルバートと、母、 リディアのブラウニング夫妻の次男として生まれる。幼少期は裏庭でアマチュア演劇を行っていた。サーカスに魅了されて16歳で裕福な家を飛び出した。なおトットと変え、サーカスと共に過ごし各地を回る。彼は生ける埋葬と歌われた出し物を行うボルネオの野人の客引きやリングリングブラザーズサーカスのピエロをしていた。後に、 これらの経験を映画に生かしている。ボードビルでは俳優、手品師、ダンサーなどの職業を経験する。当時の人気漫画、ザ・マット・アンド・ジェフや、ザ・リザード・アンド・ザ・コーンの劇に出演したり、コメディアンのチャールズ・マレーと組んで、ザ・ホイール・オブ・マースなる劇に黒人役で出演したりした。ニューヨークの演芸場の責任者をしていた頃、D.W. グリフィスと出会う。 グリフィスとバイオグラフ社の下で、マレーと共にニッケルオデオンで上映するコメディに出演した。1913年、グリフィスはバイオグラフを辞め、カリフォルニアへ引っ越す。ブラウニングはその後も、グリフィスの映画に出演し続けた。大作、イントレランスにて助監督を務める。この頃、グリフィスの会社で監督業も、はじめ、11本の短編映画を監督する。 同時に1913年から1919 19年の間におよそ50本の映画に俳優として出演もしている。1915年、交通事故を起こす。飲酒運転でトラックと衝突してしまい、同乗者の映画俳優、エルマー・ブースは即死、ジョージ・シグマンとブラウニング自身は重傷を負った。ブラウニングは前歯を失い、内臓を損傷、右足を粉砕骨折した。 回復するまでの間、幾本家のシノプシスは書いていたが、1917年まで映画業界に復帰しなかった。主要な監督デビュー作は1917年のジム・ブラッドソ。乗客を火から救うため犠牲になるリバーボートのキャプテンを描いた。同年、ニューヨークに戻り、メトロピクチャーズ社で、ペギー・ザ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ・ザ・ジュリー・オブ・フェイトを監督する。 主演は、メーベル・タリア・フェロー。後者ではメーベルに二人の人物を演じさせ、当時の新技術である二重露出で、画面上に同時に登場させている。1918年カリフォルニアへ戻るが、メトロ社でもう二本、The Eyes of m ー』s t e r y リベンジをプロデュース。同年春、メトロ社から、ユニバーサル映画の子会社ブルーバード社に移籍し、映画プロデューサーのアービング・ジー・タルバーグと出会う。 後にアカデミー賞を受賞したグランドホテルも手掛けた人物である。彼は後の名優ロン・ジェーニーとブラウニングを引き合わせた。彼らの初の映画は1919 19年の飾りなき女でスラム街の貧乏な娘とジェーニー演じる泥棒とのメロドラマであった。彼らの関係は良好で、その50年で10本の映画を制作することになる。この頃、 父親が死んだのをきっかけにブラウニングは酒に溺れていった。ユニバーサル社を解雇され、妻にも逃げられた。アルコール中毒からの回復後、妻と寄りを戻し、メトロゴールドウィン・メイヤー社と新たに契約する。監督したワレシストモは彼の復帰の手がかりとなった。タルバーグは再び、ジェイニーと組ませて、1925年の3人を監督させる。 福は術師に噴したチェーニーが釣りの彼女にそそのかされ小人と巨人と組んで盗賊団を結成するサーカスを舞台にした犯罪と悲哀の作品であるサーカスでの経験がアンチヒーローへの共感として現れているとされるこの映画は大成功を収め1930年にはチェーニー唯一のトーキー映画としてリメイクもされている二人は他にも黒い鳥 マンダ画例への道などを成功させた。1927年の知られぬ人では腕のないナイフ投げ芸人をチェーニーがジョン・クロフォードが露出の高いカーニバルの美人を演じた。当初、腕なしアロンゾと題された、この脚本は奇形の芸人、美人、怪力男の三角関係など、後のフリークスの方がが見られる。1927年には、 ブラウニング初の吸血鬼映画、ロンドンアフターミッドナイトが公開された。チェーニー、コンラット・ナイジェル、マーシャリーンデーが主役だが、1965年の MGM のスタジオ火事でフィルムが傷つき、長らく失われた映画とされていた。2002年にターナア・クラシック・ムービーズのリック・シュミドリンが修復を手掛けている。1930年、 ジェーニーが人気絶頂で救世したため、彼らの最後の作品は1929年の獣人大河となるが、これも不完全な状態でしか残っていない。トーキー最初の作品は1929年公開のザ・サーティーンス・チェア。設備のない映画館ではサイレント映画としても上映された。主演はベラルゴ氏だった。1931年。 ブラウニングはユニバーサルに雇われ、魔人、ドラキュラを監督する。本来チェーニーが演じるはずだったが、彼の救世により、ブラウニングはヨーロッパの無名の俳優を当て、私生活を見せないことで、不吉さを煽ろうと構想する。だがスタジオに拒まれ、ルゴ氏の起用と、より直接的なアプローチを求められることになった。今でこそ、古典の名作との評価を得たが、 当時ユニバーサル社は本作を好まず同じセットを用いて夜に撮影したスペイン語版を好んだというボクシング選手のメロドラマ鉄青年監督後ついにフリークスに取りかかる3人の脚本家の短編をもとに構想されたサーカスにて裕福な小人と金に飢えた曲芸師と怪力男の3人を軸に殺人計画を描き最後は 小人と仲間の奇形芸人たちにより復讐が成し遂げられるものである。サーカスで奇形の芸人たちと親しんでいたブラウニングにとっては彼らをそのままスクリーンに映し出すことは至極当然のことであった。ストーリーも健常人の方を精神的な悪と描いたものであり、外見よりもその中身を重視するという空和的意味合いもあった。だが当時の情勢や良識は 美女が復讐され、否定に変えられるというショッキングな映像を激しく非難した。あまりに不穏とされたシーンを多く削ったものの、論争の的となり、商業的失敗作となってしまった。これにより、映画人としてのキャリアは事実上終わってしまう。この後、彼が希望する企画はことごとく没となった。1933年に、 街の伊達男の監督をするが、当時落ち目だったジョン・ギルバートを主演として起用させられた。その後、ロンドン・アフター・ミッドナイトのリメイクの許可が出た。構想段階での現代は、バンパイアズ・オブ・プラハだったが、1935年に、マーク・オブ・ザ・ヴァンパイアとして公開された。チェイニーの演じた役は、ライオネル・バリモアとベラルゴシの二人に振り分けられた。翌年、彼自身が書いた、 ザ・ウィッチ・オブ・ティンバックトゥーなるスクリプトを元にした悪魔の人形を監督。バリモアが主演で古党の刑務所からの逃亡者を演じる。生ける人形を用いて彼を習慣させた者たちに復讐する筋立てである。生ける人形は魔法で縮めて操る人間たちという怪奇作品である。最後の監督映画は奇跡売ります。クレートン・ロースンの 帽子から飛び出した詩を原作とするミステリーであり、日本版 DVD が帽子から飛び出した詩の題名で発売された。その後、MGM 社でいくつか脚本に携わるが、1942年に引退し、マリブへ移住する。1944年に妻が死んでからは、イントン社のような暮らしをするようになる。タブロイドのバラエティ紙は死亡記事を誤って出したほどである。 隣人すら、滅多に顔を見なかったという。1950年内後期に、咽頭癌を患い、下の手術をした。1959年兄弟のエイブリーが死去。個室から葬儀に参加し、家族にも会うことはなかった。1962年10月6日、友人宅の洗面所で亡くなっているところを発見された。ありがとうございます。